はい、今回はですね、前回からの続きになります。今下津の駅っていうところにいるんですけど、ここからですね、金谷口駅、終着駅になるんですけれども、こちらの方まで、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。下津の駅を出た後はですね、すぐに、橋梁が見えてきました。ちょっとね、どんな感じなのか気になるんで、横から撮ってみました。こんな感じですね。またポッポ道の看板見えてきたんですけども、鉄道公園まであと 2.3 キロですね。いやー、なかなか着かないです。もう多分1時間半ぐらい歩いてると思うんですけども、まあ、撮影しながらなんで結構かかってるかもしれないですね。奥の方にですね、かなり立派な橋梁が見えます。これですね、ちょっと右にそれぞれ道あるんで、こっからちょっと撮ってみようかなと思います。はい、かなりね立派な橋梁なんで、名前あるんかなと思ってね、1時間ぐらい調べたんですけどね、出てこなかったですね。視聴者の皆様の中でご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは先に進んでいきましょう。この先に行くとですね、また橋梁があるみたいなので、どんどん進みます。ここはですね、先ほど映したところの奥の方から撮ったところですね。はい、まだまだ続きます。やっと着きましたね。次の橋梁です。ここはですね、渡った先に、この橋梁の下に続く道があるんで、そこを通ってですね、下から撮ってみたいと思います。上から見たらちょっと分かんなかったんですけども、こう横から見るとですね、この橋脚がですね、鉄道が通ってたっていう感じの雰囲気を醸し出してますよね。ここもなんていう橋梁なのか調べてみたんですけれども、名前出てこなかったですね。鉄道公園まであと 1.3 キロみたいですね。まだまだ先ありますね。やっと着きました。御陵駅ですね。なんか幽霊出てきそうな名前の駅ですよね。ここはですね、今までの駅舎より結構立派な駅舎ですよね。この駅舎もですね、いろんな絵本作家の方たちの絵が描かれてますね。それでは、ホームに行くという儀式をしましょう。ここにね、自販機の絵描いてあるんですよね。これ夏場やっと自販機見つけたと思って、よう見たらええやから、がっかりするでしょうねこれ。僕もねこれね、一瞬コーラ買おう思ったんですけどね、ええやったんでがっかりしましたこれ。それではですね、改札の方に行ってみましょう。こんな感じでね、改札口とかあったんですけれども、最後の方はですね、運賃は現金で支払われていたようです。ちょっとね、ここからホーム出れなかったので、この横の窓からちょっと失礼しました。いやー、ここもなかなかいいですね。よし、次行きましょうか。あと一駅ですね。まだまだゴールの鉄道公園見えないですね。この辺はですね、特に何もなかったので、どんどん進んでいきます。サクサクいきましょう。あと 300m、 嬉しい。
鉄道公園のね、近くにですね、こんな感じで車輪のモニュメントがあったんですよね。これ何のやつなんでしょうね。すごく気になるんですけどもね。なんかね、街灯の下になんか説明書きみたいなのあるっぽいんですけど、ちゃうんかい。やっとですね、有田鉄道公園の蒸気機関車が見えてきましたね。やっと着きました。んですけども、まだ金谷口の駅まで、まだ続いてるんですよね。ここはですね、廃線跡を利用して、有田鉄道で走ってた車両の体験乗車ができるんですよね。その体験乗車で、終着駅の金谷口駅まで行けるんですけれども、今回はですね、歩いていこうと思います。ここはですね、以前の動画で紹介しました貨物鉄道博物館のミニバージョンみたいな感じですね。ここにもですね、黒貨車が3両ぐらい置いてあります。こんな形でですね、配線跡、この辺はですね、しっかり残っております。この辺りから体験乗車の車両が行き来する区間となります。今日の体験乗車できる車両はハイモのようですね。垂水鉄道さんから来た車両ですね。もう中はですね、もう完全にバスですね。温暖な地を走ってるんですけれども、スノープロついてますね。あの車庫にはですね、珍しい両運転台のキハ58があります。現役時代はですね、塗装がもうひどいことになってたんですけども、ご覧いただいているように綺麗になっております。それでは一旦公園を出てですね、川沿いに歩いて金谷口の駅まで行こうと思います。こっち側の方がよく見えますね。金谷口駅に着きました。ここがですね、有田鉄道の終着駅になります。一応ですね、この金谷口駅から隣の清水町まで延伸するという構想があったんですけれども、それは叶わずに終わっています。この駅はですね、すごい昭和の香りがする駅ですね。これからね、お見せするんですけれども、駅前もですね、すごい昭和の香りがします。昭和の雰囲気を味わいたい方にはですね、 すごいおすすめです。ね、見てくださいこれ、ね、車さえ古かったらもう完全昭和ですよね。自分はですね、昭和の時代って7年ぐらいしか生きてないんですけれども、なんでか分かんないんですけども、すごく懐かしさを感じます。これが駅前ですね。旗から見たらなんか小さい町工場の倉庫みたいな感じですよね。それでは中に入ります。ここでですね、JR と連絡する切符を買えたみたいです。
っとねちゃんと映してないんですけどね、この右上にある黄色い地図みたいなやつがねご先祖なんですよ。戦時中に休止になった海岸駅までの、路線を持っておりました。この時代が昭和ですよね。これめっちゃいいですねこれ。ここからですね、来た道を戻ってですね、お腹が空いたのでこの清野さんでですね、ゆわさんの醤油を使ったラーメンをいただきました。このラーメンはですね、和歌山で採れた食材をふんだんに使ったラーメンです。すごく美味しいんで一度食べに行ってください。今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。